もうそろそろですね、はい、トヨタ もう予選の速さ、はい、もうだいぶ出てますんでね、これを今度は継続することですね。そういうことでしょうね。ですからもうこの今回のレースも楽しみなんですけれども、はい、もう2シーズン目に入った車の仕上がりも良くなってるはずですからね、はい、もうスプリントの強さは分かったんで、そろそろ耐久性みたいですね、はい、さあそれではロードアトランタのこのコースをもやさんと一緒に行きましょう。あの右下のところがスタートラインです。第1ターンに入ります。ここはほぼ直角なんですね、はい、そして、まあ上りになって、まあ、細かい S 字というかですね、はい、まあ、ダラダラしたという、まあ、表現になってしまうんですけどもね、掴、うん、みどころのないんですね。あ、クリッピングポイントをどこに取ればいいのか、はいはい、難しいんですね。そしてちょっとコースオフ外れてしまいますと、ご覧のように茶色い土がだいぶコースに出てますので、ね、はいはい、昨日の雨で滑りやすくなってるんですね、うん、この辺りが、ラインを外すとスピンという危険性もありますね、はい、そしてバックストレート、これが結構長い、さあこれ長いんですね、1500m 近くあるんですね、はい、まあ、完全な直線ではないんですけれども、うん、もう当然パワー勝負になるんですね、はい、この辺りで後半320km 以上、そうですね、200マイル近く出るわけですね、はい、日産の83番車がガイドを務めてますけれども、さあこの辺りの最終コーナー、この辺りもクランクになってますんでね、はい、難しいところなんですね。マシンのセッティングに一番問われるところですというロードアトランタのコースをご覧いただきました。1分10秒前後ですか。そうですね、待ってきちゃいますからね。早いですからね、平均スピードが、はい、そして124ラップかけます。さあ、まもなくスタートを迎えようとするイムサの1990年の第4ラウンド。さっきも言ったようにデートナでジャガー勝った後はマイアミセブリングと連続して日産が、勝ち続けています。まあ、このレースなんですけども、はい、距離にすると500キロなんですね、まあ、通常イムサのスプリントの場合300キロ程度なんですけども、はい、ややセミ耐久っぽいところがあるわけですね、うん、はい、このあたりもピットワークがですね一番問われるような、はい、状況になってますね。なるほど、2時間と少しで1時間に1回ぐらい入るんです ね、何もなければ、はい、さあグリーンフラッグが振られます。バストローにはジャガーとトヨタが並んでいて、日産の2台のマシンはセカンドローにいますが、スタートダッシュはどうでしょうか。トヨタは去年もここでドレイコロセンがポールポジションを取ったんですが、結局1回もトップに立てなかったという。お、日産が2位に上がってますね。そうですね、はい、トップの、ジャガーにちょっと注目したいんですけれども、はい、ニールセンとコブの、まあ、コンビなんですけどね、後半おそらく激しい戦いになるだろうということで、はい、コブを温存しましてね、ほうほう、ニール戦に全般を走らせるという作戦なんですね。なるほどね、1分10秒037というニューレコード新記録を予選でね、はい、出してます。ジャガーはコーナーが速くなって日産と互角だ、だからストレートに入ったら日産もトヨタもいっぺんに抜けちゃってポールポジション取ったと、こういう記事がありましたよね。そうですね、まあ、今度このレースからですね、はい、ジャガーは新スペック、新しいスペックのエンジンを用意したんですね。ほうほうほう、これがですね低回転からパワーが出るようにしたわけですから、コーナーの立ち上がりアクセルを踏んでからのレスポンス良くなったんですね。ほうほう、それだけにこの後半直線が長いコースでは、はい、それがうまく鍛えるというかですね、はい、曲線がうまく合ってるわけですね。はは、まあ、ジャガーもしかしいきなりデートナーを勝ったりしながら3年目ですから、当然もうドーッと84番チップロビンソン、ロビンソンですね、はい、さあ今、変なところというかですね、はい、単純なスピンではないですね。これは何か車にトラブルが出たようなスピンですね。あ、そうですか、ほぼ直線のような状況で、はい、スピンしてますね。ターン1を回ってターン2というところです。これで再スタートできるかなというところなんですが、あ、ペースが出ましたね。出ましたね。さあ早くも第2周に入ったところでコーションフラッグが振られました。ターン1から上がっていってターン2で、さてこちらは79番車 GTP ライトクラス、ケン・ノットとトム・ウィンターズのポンティアックのスパイス、土曜日にエンジンが火吹いて、その後の調整はまだ仕上がってないと。さあここですね、はい、あ、これ日産、今煙吹いたのが、はい、ロビンソンの車なんですが、あ、
これエンジンブローですね。エンジンブローでおそらくオイルが漏れました。クリッピングですからね。はいはい。エンジンブローして、そのオイルがタイヤにかかってですね、はいはい、そしてバランス失った感じですね。あ、はい、左コーナーで右にスピンしてるわけですからね、はい、これはまあ再スタートを願いたいところなんですが、エンジンブローの方が先のようですね。ああ、そうですか、はい、ということはマシンは、どこも傷めずに草の中で止まることできたけれども、中がおかしくなってると。エンジンが、そしてそのエンジンが一挙に出ますんでね、それがタイヤにスリックタイヤにかかってしまう、はあ、そしてスピンしてしまうわけですね。さてこちらはターン7でビッグのスパイスが GTP ライトの9番車が、これはスピンですかね。スピンですね、はあ、さーっと危ないですね。なりましたね。今度は5番車ポンティアックのファイアバード、マーティ・カウフマンというこのレースの、責任者が脳梗塞したんですね。この手だと振りませんか。あ、またこっちが。さあこちらもですね、はい、これは4番車ですね。あのセグリングで燃えたって言ってリンダ・ルードマンがインタビューに出てきましたが、はい、こちらはエンジンでしょうね、トラブルの時も。さあジャガーですね。60番車デイビー・ジョーンズの方ですね。はい、60番車、おそらくですね、はい、日産車オイルをまあ大量に流したと思うんですが、それに乗ってスピンだと思うんですけども、はい、今コースインするときにですね、はい、相当あのフロントノーズに土を、はい、まあ、跳ね上げてしまったんですけどね、シャベルで救ったみたいになりました、はい、あのあたり、まあ、土を入れてしまいますと今度はラジエーターのですね冷却効果が落ちるんですね。これがちょっと心配ですね、はい、こちらはトップを行く61番車のジャガー、それからその後ろが最初スタートした時点では83番車のブラバーの日産いたんですが、やっぱり予選通りというかトヨタのイーグルがついてます ね。ブラバムがちょっとスピード乗り切れないですね。乗り切れない。さて、毎度楽しみなこのブレイクタイムでありました。まず最初はアトランタ、ジョージア州のアトランタをご紹介しています。この街は、まあ、マガレット・ミッチェルの風と共に去りぬの舞台でもあったわけですけれども、21世紀の香りとそれからひなびた、自然の香りと両方を持っているということであります。南部っていうと何となく日本人にとっては例えばニューヨークとかそれからロサンゼルスというようなこう東西部と違うなんかね、まあ、近づき方ですね、ことがありますけど、南軍の拠点でもあったわけですが、とこういうふうにまあ見せられると何となく一回行ってみたいなという雰囲気に満ち溢れてます。